どうも、沢です。今ですね、ビバホームの方から連絡がありまして、まあ、ロールキャビネットが届いたと、いうことなんで、これから取りに行きたいと思いますが、自分一人で取りに行くのはちょっときついんで、友達を呼んで手伝ってもらいたいと思います。結構でかいんでね、自分の車だと積めないんで、ちょっと親父に、まあお願いして車を貸してもらいました。やっと部屋が片付きますよ。もう工具で散乱してんすもん。倒して、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。もう終わりで今入ってるじゃん。すげえ。これ俺ライト男やったの。これめちゃめちゃいいじゃん。めっちゃいいでしょ。めっちゃいいじゃん。何これ。やばー、この作業スペース。ダメだ、暗くてライトがどこにあるのかわかんない。これ、こっちも明るく映る。あ、マニュアルで撮ってんだ。え、マニュアルになってる？うん。マジで？うん。よし、早速100キロ以上あるこいつを出していく。キャスターがねえとめちゃめちゃ移動が大変だからな。つけているぜ。てか最近あれだよ、チャンネル登録者数200人超えたよ。すごいありがたい。俺ライブすればいいじゃん。スパチャ投げてもらえばいいじゃん。みんなから。いや俺ね、俺ライブ絶対無理。あんなね、なんか臨機応変にいろいろと答えれない。あ、スパチャってありがとうございます。あ、スパチャありがとうございます。無理無理無理。ハンドルさん、違うな。よし、やるか。よし、行くか。ラストスパート。こういう感じ。おお、超ガレージっぽくなった。いいね。すげえな、このダンパーもかっこいいな。なんかあえて開けっぱなしにしときたいね。そう、かっこいいな。いいじゃん、それもいいよ。それ持ってたの、もともとそれ。そうそうそう、あのリビングで使ってたやつさ。いや、すごいね。そう、2個余ってさ。へえ。なんか自分から動くとさ、いいことばっかなわけじゃん、本当に思うけど、人生って本当だよね。やった方がいいんだよ、本当に。そう、自分から動いたがもう勝ちなんだよね。やって、めっちゃいいじゃん。工具取り出してずっとここにいちゃうじゃん。そうなんだよ。翌日。そう、これ自分の部屋なんですけど、すんごい散らかってて、もうここに、ね、道具とか、ね、部品とかも散乱しちゃってて、もう部屋の中にこんだけ道具が転がってる。グダグダ喋ってねえで、さっさと稼働すよ。行きたいと思います。ちょっとアストロに買い物行ってきます。アストロ着いたけど雨がすごくて車から出たくない。うん、買ってきました。あと工具が分けて置けるやつですね。見えるかな、はい、全部で5個ですね、はい。あとアストロ行ったらですね、まさかの俺が欲しいなと思ってたものが 47% 引きだったんで、買う予定はなかったんですけど、これ逃したらもう二度とこの品物には合うことはないだろうなと思ったんで買ってきちゃいました。お見せします。これですよ、これわかります？そう、この作業台ですよ。これ
そう、1万円でね、売られてたんですよ。引き出しついてる作業台とか最高すぎる。じゃあ、そう、これをね、分けたかったんですよ、ブレーカーバーを。あともう一個はトルクレンチ。外したバイクの部品とかにしよう。なんかもうスポークを漁ってるといろいろ出てきますよ。部品が出てくるな。半分ぐらいは片付いたかな。まあ大体こんな感じですね。道具を移していきます。まだ全部は埋まってないんですけれども、まあ、これで3分の2ぐらい埋まった感じですね。これこれで、なんか配線関係ですね。ここがエアツールとトーチ、タイヤ交換の道具で、ここが何ですかね、ギボシとか、まあ、新品のグリスとか、うん、そういうものを置いてます。ミリのスパナ関係ですね。これは全部インチ工具です。バキュームケージですね。ドライバーですね。はい、キャブいじるドライバーですね。ラチェットもしくはハンドル関係で、ドライバー、タップとか、まあ、タッカーとかリベッター入れてます。これは何ですかね、なんか専用工具みたいなやつですね。はい、あとはなんかケミカル類をこの作業台には置いてます。で、この引き出しの中にはあのなんか適当になんかバイクの部品入れてます。なんでここに入れんだって話ですけど、特に使い道がなかったんでこうしてる感じです。てな感じでした。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。今ですね、どんどん道具も増やしてって、まあ、順調に理想へのガレージに近づいてってるんで、まあ、これからもっといろんなことにチャレンジしていきたいと思います。ちょっとね、あのいずれなんかバイクを作ってみたりだとか、すごいカスタムとかね、やってみたいなって思ってます。はい、まあ、うん、特にまあ喋ることもないですね。整理しましたっていう感じの動画なんで。はい、どうも、じゃあ今回はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。